ちは。今日は東京ビッグサイトのセンサーコネクスポジャパンの取材に来ています。そしてこのトビーのですねアイトラッキング線計測の世界ナンバーワンというこのパネルが貼ってますが、これのちょっと仕組みをですね解説して見ていただきますね。まずそのメガネをかけるわけですね、はい、そのメガネをかけて、そうしますと実際の視線がですね丸く映ってます、はい、その、視線を、まあ、どのポイントを、見てるかというのを全部計測するわけですね、はい、でこの、技能、電車ですか、はい、これはどういう意味なんでしょう。これはあの作業現場なんかでベテランの方がじゃあどこ見ながら作業しているんだっていうのを、はい、まあ、ベテランの方の技能を若手にこう伝授するに、はい、若手の方に伝授するにしても、はい、動作や言葉だけだと伝えづらい、分かりづらいというものをこういった姿勢で可視化することによって、はい、分かりやすく早く若手に伝授できると。で、まあ、それがいいとは生産性の向上だったりとか品質管理だったり作業の効率化というところにつながるということですね。そういう面でこの、自動車メーカーなんかも、どんどん技能の伝承用にですねこのトビーさんのものがこれ入ってるわけですか。はいはい。でこちらの方は安全運転で、運転手の状態を把握できるか。確かにそれは居眠り運転をしているかとか脇見運転をしてないかとかいったのを、まあ、視線でそのドライバーさんの状態を検知する。そうですね、このシステムはもう入ってますよね、はい、いや、今いろんなところとお話をさせていただいているという状態ですけど。あ、そうですか、はい、このじゃあそのトビーさんのですね、技術は、日本のスウェーデン独自の技術ですか。スウェーデンです。あ、会社的にはそうですか、はい、スウェーデンの会社ですか、はい、やっぱりここに世界ナンバーワンと目を打ってますが、もう確かに、これは、アイトラッキングの資料の中では 60% が弊社の機材を、まあ、使っていただいているというところでのシェアが一番ナンバーワンということですね、はい、だからこのこれは装着型のものですね。それは、こっちが装着型で、こっちはディスプレイとかの前にこう置いてつけてって、はい、つけていただいて、うん、このディスプレイの中のどこを見ているかっていうのが分かるものですね。そうですね、はい、そうしますとこれは、ネットで、まあ、商品を、検索した、人がどの商品に関心を持っているかということが分かるわけですね。そうですね、EC サイトとかウェブサイトのユーザビリティとかに使えますね。そうですよね、はい、そうか。これはしかしそんなにですね独自のね、技術というのはそんなにまあね、まれなくないというふうな技術ではないというのもと思うんですけど、まあ、この中にその特殊な特許というのが、はい、あ、いえ、特許はなくて、これは、技術的な話をすると角膜反射法という技術を使っているんですけれども、はい、アイトラッキングの中では角膜反射法はよくいろいろ使われているので、別にこれは特許でも何でもないです。普通に皆さんが一般的に使っていただいているものです。ただ、その視線を計測する、ところでその独自のアルゴリズムを使っているので、まあ、ここがうちの、その独自のアルゴリズムになります。はい。